の前はびっくりした。急に切断されるんだもの。結局あの時ログインしてた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされる直前にはもうほとんど誰も残っていなかった。そういえばさっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果サーバーの不具合だって。他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しいよね。すぐに復旧したからよかったけど。 VR ゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。大型アップデートでプレイヤーが激増でもしたのか。その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模サーバーでも運営できる仕様だもの。システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性がありますよ。ああ、運営あるあるだね。人が管理している以上ミスは必ず起こりうるし。個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか。セブンに頼めばきっと協力してくれると思います。そうですね。ユーザーとしてログインしている以上システムへのアクセス権限はありませんが、外部から調べることは可能です。私も手伝うよ。ザスカーの情報を覗いちゃう？ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC からアクセスしているんだし。大丈夫。人が定めた法律やルールは守ります。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーッと狩りに行こうよ。行く行く。ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。こうやって全員集まるのもそんなにないし、今日はこの前の分も遊んでいきたいな。オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行くかは途中で相談して。ちょっと待ちなよ。リーダーの意見を聞かないと。リーダー？ああ、キリトさんも参加できる？もちろん。だけどこのスコードロンのリーダーって。あ、スコードロンのリーダーに登録されているのは確かにあんただけど、ここはキリトさんやゼリスカさんたちトッププレイヤーがいるんだから。別に気にしてないわよね。いつもこんな感じなんだし。それはおかしくないかい？君はもう名実ともにトッププレイヤーなんだ。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入っている。もっと君が積極的にリーダーシップを取ってほしいな。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。クレハと二人三脚でいいコンビだと思うけど。みんながいいならそれでいいさ。ただね、少しどうかなと思っただけなんだ。イツキさん、それって私の力がこのスコードロンにふさわしくないってことですか？どうしたのクレハ。そんなことは誰も言ってないわ。言ってないだけなんてね。イツキさん。クレハ、あなたは十分強いわ。
だからそんな自分を否定するようなことは言っちゃダメ。でもシノン君、力にこだわっているのはクレハ君の方だよ。真剣な人をおちょくったのはあなたでしょ。ああ、それは謝るよ。すまなかった。むしろ僕はリーダーは強さだけで選ぶのかと問いたかったんだ。え、そんなわけないでしょ。だけどそうね、リーダーの基準なんて考えたことなかったわ。自然にそうなったというか、いつの間にかみんなの中心になってたものね。最初は本当に初心者だったのにさ、あっという間に頼れる存在になったよね。そうなんだ、みんなそんな風に思ってたんだ。だろう？カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど、君は特別な存在なんだと自覚した方がいい。特別。ねえ、あんた、自分が特別だって言うの？そんなの答えになってない。私は、あんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？私と、決闘しなさい。私は強いの。あんたなんかよりずっと。それを証明するわ。あんたのゲームスキルが高いのは分かってる。だから手加減なんかしたら絶対許さないから。今はこんなこと話してる場合じゃないわ。私は、私自身の力で一番にならなければならないの。GGO に名前を刻むのは、この私なんだから！
クレハ君の腕前はトッププレイヤーに劣らない。リーダーがその上を行っただけさ。増上なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私ソロに戻るわ。フレンド登録も削除する。リアルのメアドにも連絡しないで。しばらく一人になりたいから。みっともないと思う。わかってる。あんたはそういうやつじゃない。でも私にはそれが辛いの。あんたのそばにいると自分がますます嫌になる。近づかないで。ランキングに乗る程度では何も残らない。誰も覚えてなんかくれない。数あるトッププレイヤーの一人、そんなものになる意味はない。私はもっともっと強くなるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。そうしないと、そうしないと。残念だけど、すぐには難しいと思うわ。クレハちゃんにとって譲れない部分だと思うから。なぜそれが一人を選ぶことになるのですか？仲間はとっても大事なものです。他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。恋人とか家族とか名誉とかお金とか。いっぱいありますね。びっくりしました。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。 GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから。なのに今のクレハはとても辛そうに見えるのです。どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか？笑顔になってくれるのでしょうか？そうね、ゲームは楽しむものよね。私もそう思うけど、そうじゃない人もいるの。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。クレアちゃんもね、あなたにそんな顔をさせていること、もう少し自覚すればいいのに。ではクレアは当分戻ってこないのですね。それは寂しいです。悲しい。レイちゃんは優しいいい子ね。もちろん私も早く戻ってきてほしいと思っているわ。他のみんなもね。でも今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録を消されたら連絡手段もないし。ええ、あなただけじゃない。私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。しつこいのは嫌われるわよ。さっきも言った通り、これはクレハちゃんの問題だもの。今追いかけても逆効果よ。本当に会いたくないからフレンドすらやめたんでしょうし。そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。
リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、 SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。これは仁義と私の気持ちの問題なの。ごめんなさいね。そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。またいつかご縁があることを祈っているわ。その時はまた仲間にしてちょうだいね。まさかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ去ってしまうものなんだよ。引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだと。少しは前のスコードロンに顔を出せとパイソン君がうるさくてね。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも気軽に僕のホームまで遊びに来たらいい。僕は彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。ごめん。では失礼するよ。マスター、なんでみんないなくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。そして何より寂しいです。これで今のところは全員かな。クレハさんだけでなく、ゼリスカさんやイツキさんまでスコードロンをやめちゃうなんて。ゼリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。今の君には少し言いにくいんだけど、俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードロンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろ、デスガンの調査を本格的に始めなければならなくなった。君はデスガンの件については
どこまで把握していたっけ？以前話した通り、GGO のプレイヤーが死亡する事件があったんだ。被害者の一人は、薄潮タラコ。そしてもう一人は、君も目撃していた、ゼクシードだ。二人とも、デスガンと名乗る人物に、ゲーム内で狙撃されている。ゼクシードに関しては、君も見ていた通り、直接撃たれてはいないけど、ただ、問題は撃たれたその直後だ。二人とも、まるでゲーム内で本当に殺されたみたいに、苦しんだ様子を見せて、ログアウトしている。その後、発覚までに少しタイムラグがあったけど、実質での死亡が確認された。アミスフィアで死人が出るはずはない。だから、ゲーム内で殺されて、本当に人が死ぬなんてありえないんだ。でも、デスガンが撃ったプレイヤーが死亡していることも事実だ。デスガンはほとんど黒。もしくは、事件の犯人を知っている可能性が高い。ただ現状としては、デスガンの正体も目的も、その手段も、何もかもがわからない状態なんだ。この一連の事件について、俺は、ある知り合いから頼まれて調査をしているってわけだ。これは極秘情報だから、絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設から、ナーブギアが盗まれたらしい。でも、ナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、ごめんなさい。なんでもないです。そうだ。ナーブギアは、ソードアートオンライン事件の後に全て回収され、政府が厳重に管理している。それじゃあどうして盗まれちゃったの？それに何のために？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、なぜ盗んだのか。理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき二人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかもしれない。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だからもっと積極的にデスガンを探してみようと思う。今度 BOB バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスガンが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場し、デスガンを誘い出して正体を突き止める。 BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても、直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したら、みんな参加するって言い出してさ。当然でしょ。いつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。それでも連れて行ってくれないんですか？相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。それは散々話しただろう。
まあ、こんな感じで説得するのに時間がかかってさ。フレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど。彼女たちは強いし、名前も売れているから、デスガンの標的になる可能性がある。そうだな。街中で見かけたら、無理に連れ戻そうとせず、危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする？メールを送っておくか。あ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのは、あくまで予想だから。何より、君は今、GGO で一番注目されているプレイヤーだ。十分気をつけてほしい。それに、君がこんな時に、何もできなくて、悪い。だけど、君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけど、なんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたら、またみんなで狩りに行こうな。じゃあ、俺は BOB の参加申し込みをしに、総督府に行ってくるよ。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょう。私たちも行くわ。ねえ、ちょっとこっちに来て。悪いけど、私もしばらくパーティーに入れないから。あの銃を持った男をデスガンは私が倒す。よし、キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから、メールで告げ口なんかしたら。